俺これできないの？あのジョイコンできない。俺ジョイコンのこの片方だけでやんだけどさ、できない。ジョイコン片方でできないのかよ。俺このスタイルでやってんのに。デイリーミッション、うわなんだこれ。はい、というわけでおはようございます。テータ回します。テトリス99を初めて起動してみました。いやまあね、ついにね、新年明けたし、ちょっとテトリス99でもやってみるかみたいな感じなんですけど、あのなんとコントローラーが僕のいつも使ってるコントローラーが対応していないという。なんでよ、ジョイコンの片方使わせて無理。というわけで今私使い慣れないコントローラーを今手に取っております。はい、やだね、どうしよう。まずは、追加コンテンツとか買わなくちゃいけねえな。よっしゃー、はい、というわけで買いました。これでね全部使えるんで、まずはね、もう99なんかね、世界中オンライン怖いんで、一人プレイできるのありがたいなぁ。というわけでね、CPU バトルよ。99人バトル。うわぁ、楽しみだな。俺ついに99デビューだぜ。待って、カスタマイズとかいろいろあるけど、まあ、とりあえずやってみるか。CPU バトル。いや、でも俺慣れない。お、レベルも変えれる。あ、じゃあ、まあちょっとまずは。KO バッチってなんだ？知らない。まずはちょっとさ、一人でいい？まずはレベル1でちょっとお試しプレイみたいな感じでちょっと。いやでもコントローラーが俺慣れてねえからな。大丈夫かな？あ！うわ！え？なにこれ？初めて見た。反応しない！このコントローラー反応しねえぞ！あ！なにこれ？ちょっと待って。コントローラーが反応しないよ！さあ、スティック調整にしましたんで、これでスティックで動くようになります。いや、今度こそ行くぜ。俺の99が始まる。俺の99が始まる。いやー、待って、マジで緊張してきたぞ。まずはこうして、3列伝を組み立てるために、まず開幕挨拶代わりのね、これを、打っていく。まずはね、挨拶代わりの T スピンを、こうやって打っていって、ここから3列連を始める。ここから3列連を始まりますよ。でも、99ってなんかさ、よくわかんないけど、バトルロイヤルだから、その、いつも俺がぷよぷよテトリスでやってる、あれだけじゃ終わんないんだよね。そう、それだけじゃ終わんないから、長く戦わなくちゃいけないんだよね。だから3列連をこうやってしても、決まらないんだよね。どうなんだろう。やべ、そろそろ始めるか。始めよう。始まる。俺の3列連が。3列連は終わった。何してんだよ。これ連攻撃とかあるよね、ちゃんと。ちゃんと連攻撃もあるよね、システム。あ、これ攻撃されてんのかな。いや、わかんねえぞ、これ。連攻撃を打っていく。さらにここ連攻撃をさらにね、連攻撃重ねていくよ。はい、6連、7連、8連よ。どう？まずはね、挨拶代わりの8連。どうすかね。でも、これでも全然わかんねえのか。なんか、どれぐらいやってんのかもわかんねえな。俺が、どうなんだろう。中空きのやり方が雑すぎる。やべ。ちょっと、このやり方雑かな。間違えた、やべ。どうしよっかなー。こうしよう。長く戦わなきゃいけないのから、普段の俺のプヨテトのやり方が通用しないんだよな。もしかしたら、俺のこういうスタイルに長く生き延びるスタイルとかあんのかね。まあ、とりあえずちょっとテトリスをね。基本中の基本よ。テトリスは。テトリスは基本中の基本。残り50人。あ、そんなんでんの？残り50人。意外となんかじゃあ俺、なんで俺生き残ってんだ。あ、間違えた、やべ。
なんかこれ、あ、増えた。やっぱ増えんのか。掘る技術が大事やな。ここは俺の掘る技術を使っていこう、ちゃんと。危ない危ない危ない。危ねえ。99やったことないけど、これ十分楽しめんじゃねえか、これ一人でも。オンライン怖いから俺やりたくねえけど、これ一人でも結構やれるんじゃねえかな。どうなんだろう。これさ、編集でよくわかんない。編集してると多分ね、あの相手方の動きとかわかるんだけど、どうなんだろうね。あ、狙ってこうぜ。あれ。行くぜー。Tスピンダボー。Tスピンダボーを決めていく。ここで Tスピンダボー決めていくんですよ。どうしようかな。これはこう、こうの、こうして、ね、こう、こう、こう、まあ中空き3列で行きたいんだけど、これが邪魔だね。足かせになっちゃかせてるね。え、なに？え、なに？あ、テトワー！やったぜ！ヒーロー20、20人も倒してる。全然意識してないけど、テトワン取ってる。やった！初めてのテトワン。え、初回？見なかったことして。じゃあちょっとレベル上げて2にしてみるか。この KO バッチって何なんだろう。テトレス99よくわかんないけどな。KO バッチ。なんだこれ。これを持ってるとなんか強くなったりすんのかな。まあ、2でやってみるか。1は簡単だったね。あんま攻撃も来なかったからね。さあ行ってみよう。このパターンはね、このパターンは、多分組めると思うんやけど、組めない。あ、ごめん、組めない。あ、組めるか。組めるわ。一応組める。あ、一応組める。遅え、俺組むの。所詮友人感が強いだけだから。所詮友人感は、え？もう来てる？もしかして。やべ、もう来てるってことだ。狙われてんだな。狙われてるってことだもんね、今の。怖っ。あ、でもそういうのは、テトリス、ぷよぷよテトリスと違って、なんかすぐに来るわけじゃないんだね、攻撃が。まあ、それそっか。すぐに来たら処刑だもんね。ただの処刑部屋だもんな。だって98人から狙ったらさ、理論上負けしょ？連攻撃いけるかな？連狙いたいね。連を狙っていきたい。4連、5連、6連、7連で、8連で終わりやね。こればっかりはしょうがないよね。どうなんだろう。長々と生き延びていかなあかんから、難しいよな。あ、ほら。狙われてんじゃない？結構これ。なんか線出てる。なんか線みたいなの出てるから、この人たちに狙われてるってことだ。まあ、人コンピューなんだけど。人コンピューなんだけどさ。これ難しいな。一気に狙われた時ってどうすんだろう。結構やられてんぞ、おい。やべやべやべ。急にコンピューのレベルが上がった説あるぞ。レベル結構コンピュー上がってんじゃねえか、もしかしてな。え、マジか。掘りてえな。これ掘ってく作戦に変えよ。掘ってく作戦に変えていこう。シフトしよう。ちゃんと作戦を変えて。よしよしよし。もうこれで掘れるね。で、どうしようかな。まあ自分がね、こうテトリス99をやって何の需要があるんだって話なんですけど、まあ一応ね、友人間の中で、そこそこ、まあできる身としてはね、ある程度こういう動画を出しておくことで友人が見るかもしれないじゃないですか。それはね、そこそこの需要になるんじゃないかって思うんですよ。友人がもしかして見て、友人ね、その、うちの友人の中に、あーやべ、ミスった。99やった友人がいるからね。だから、あ、シングル。あ、そうか。これは、こうしよう。で、こうして、で、こうして T スピンをもう一回組んでいく。T スピンダブル、まあ、T スピンダブルはできるようになった。昔に比べて。そこそこうまくはなってるはずなんだよな。昔に比べてね。ぷよテトを買った直後の俺はひどかったもんやぞ。どうしよっかな。これは、どう攻めていこうかね。とりあえずまあこうして埋めて、あ、マジ？
え、あ、さらに返したのってことは、相手が相手がそれを返しているってことだもんね。そうか。で、これをこうすると、これが入ると思うんで、どうしよっかな。連攻撃に切り替えよっかな。そう、うかつり連攻撃したらなんか死にそうで怖いんだよな。うかつり連攻撃をすると、めっちゃなんか、え、なに？あ！イェーイ！テトワンだー！うん、やった！うん、おおおおおじゃあ、ちょっと、行くか？CPU レベル5。お初刑だよ。この初刑部屋だろ。98人俺でやってきたら負けだろ。これ本当にありそうなんだよな。98人俺でやってきたら負けなんじゃねえの。勝負じゃん。俺がテトワンを取る。任せろ。いやー、どうしよっかね。どう攻めていこうかね。まあ、とりあえずこれは、あれやね。開幕これ組めるから。開幕一応組めんくはない。てか、めっちゃ狙ってんだけど。待って、めっちゃ狙われてることない？これ。やべ、これめっちゃ狙われてる。やばい、めっちゃ狙われてるぞ、これ。やばい、めっちゃ狙われてるやつだ。なるほどね。それに適応していくのが、テトリス99のやり方ってやつですよね。ふい。で、とりあえずこれで元の整地しとこう。整地、整地。待って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 。ちょっと待って、なんか不吉なんだけど。ちょっと待ってもらえます？ちょっと待って。めっちゃなんか不吉なんだけど、めっちゃ狙われてる感あるぞ、これ。めっちゃ狙われてんじゃねえの。あ、でもこれ掘りやすいな。掘りやすい形だね。だいぶ、これテトリスで返しやすいな。恵まれてる。運に恵まれてる。プーテトはそうはいかねえからな。どうしよう。やべ。積みが遅い。ちょっと積み遅いよ。この積み遅いのやばい。やべ。ミスター。コントローラーが慣れねえ。で、こうして、こうして、こうして、どうしようかな。こう、こうの。とりあえず、安全に行こう。安全に。もう連とかしない。連攻撃とかしない。本当は良くないんだけど、連攻撃はしない。生存重視で行こう。結局のところ、敵をこうやってやってれば倒せるんだから。いやー、このアマナモコ自体やべえ。ほい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 。で、はい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 。はい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 。そう、そのうち相手は、要は、積みの遅い奴らが倒れる。これはいわばサバイバルだ。いや、サバイバルゲームだ。いや、確かサバイバルだったはずなんだよな。これはいわばサバイバルだ。遅い奴がやられる。それだけだ。わかる？サバイバルよ。わかる？やべ、俺遅えのか。やべ、やばい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 。やべ、あぶね。やべ、あいみの地帯を作りすぎや、俺。あいみの地帯を作りすぎとる。やばい。え、嘘だろ。俺は死ぬのか。サバイバル、わかる。